はい、皆さんどうもこんにちは。マウティックカンファレンスグローバル2022、日本語トラックスタートしました。マカルデジタルの、カツと言います。今日は、日本語トラック、トラックリード務めさせていただきます。そして今日は最初のご挨拶として、プロジェクトリード、アクイアのプロジェクトリード、マウティックプロジェクトリードのルースさん、来ていただいております。ルース、ハロー !How are you? Very well, thank you. Good, good, good. Thank you for、organizing the, such a great event this time. ちょっと今日も、素晴らしいイベント、ありがとうございます。ですね、ぜひともよろしければ、今日のスピーカーの、人も、招待をこのオープニングのセッションに、ちょっとあんまりオープニングは、準備をしていないので、皆さんをお呼び重たい、アクイアジャパンの丸山さん、どうもこんばんは、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、あれ、次、丸山、秋山さんですね。そして、寺岡さんです。秋山さん、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、あと、寺岡さんです。じゃあ、Ruth, thank you very much for organizing it. So I'm gonna say goodbye a little bit, but I'll see you、sometime later. Thank you. はい、で、寺岡さん、どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。聞こえますかね？聞こえます、聞こえます。聞こえますか？よかったです。よろしくお願いします。はい、せっかくなので、ここに参加していただいている日本語がわからない人もいらっしゃるような感じはしますが、エアミーツの、今日、エアミーツというプラットフォームを使わせていただいております。でしてもですね、なんかチャット、セッションのチャットとかですね、あったりとかするんですけれども、なんかチャットで、どうもこんにちはとか、皆さん、ちゃんとコメントをしていただけるような準備を、予行演習をしていただければなと思いますが、Can someone send a chat to say hi to, I mean,、to the air, to practice theAir Meet session, please. はい、そんな感じで。はい、ありがとうございます。Air Meet はですね、日本語にも対応しているバーチャルなカンファレンスを、作ることができるシステムとなっております。で、今日はですね、スケジュールとしては、ですね、こんな風に、なってます。で、実はずっとセッションとかの準備までを最後の最後まで、昨日の夜の、ルースさんのマオティックアップデートをせっせっせっせと、翻訳の準備をしていたらですね、このオープニングセッションもあんまり考えていなかったっていうことで、大変失礼いたしました。じゃあ画面を一旦共有します。はい。ですね。まず3時からマウティック最新情報、今日の0時ですね、ルースさんが、行っていただいたマウティックアップデートの、
内容をですね、54分、話されていたんですが、ちょっと40分の尺になっているので、35分に、尺を落として、カットして、逐一通訳、同時通訳形式でお送りし、そして、アクイア丸山さんより、日本の、キャンペーンスタジオとかのアップデートを紹介をしていただこうと思います。突然で申し訳ないですけれども。そうして、3時40分から、秋山さんにおけるジェネロの秋山さん、マウティックのプラグインを利用したクロスチャンネルマーケティングの実現方法セッションを行っていただきます。そして、4時20分からソーシャルログインとソーシャルモニタリングについてという題材で寺岡さんに、話していただきます。その後5時から僕がセッションをさせていただきます。マウティック、2.x から 4.x まで一気にアップデートした道のりを、簡単に紹介をさせていただきたいと思います。そして、5時40分からは API で、唱えるシステム連携ということで丸山さん、いろいろお話ししていただきます。そして最後にですね、6時20分から、マウティックカンファレンスグローバル恒例、Q&A をまとめてやりながら、このスピーカーの皆さんでお話ししましょうということで、セッションを予定をしてます。そして今日の6時からはですね、深夜にわたってですね、さまざまな英語のセッションが、開催されます。ぜひともですね、もしも、よろしければ、皆さん、日本語が分からなくても、なんとなくマウティック分かっていらっしゃる方もいると思いますので、夜遅くまでもしもよろしければお付き合いをいただければと思います。ということで、では丸山さん、秋山さん、寺岡さん、一言一人ずつお願いしますって無茶ぶりで申し訳ないんですけど丸山さん、はい、皆さん見ていただいてありがとうございます。アクイアジャパンの丸山です。本日は、遅めの時間、最後の方のセッションを担当しておりますので、ぜひ最後の方まで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、秋山さん。はい、皆様こんにちは、ジェネロの秋山です。貴重なお時間をいただきましてどうもありがとうございます。私の方からはですね、まあ、今回3回目、なんですけれども、まあ、毎度のことながらですね、いかにもう開発をせずに、やりたいことを実現するかといったところで、今日も面白いプラグインをですねご紹介したいなというふうに思っております。ぜひ、ご期待いただければと思います。ありがとうございます。では、寺岡さんお願いします。はい、寺岡です。ウェブプラの寺岡と申します。皆さん参加いただきました。ありがとうございます。僕もですね、まあ、秋山さんと同様ですね、僕もエンジニアという立場ではなく、マーケッターという立場で、MA だったりとか、いろんな DXP のツール、サービスとかを利用することが多くてですね、開発しなくても現場の中で対応できる、仕組み作りみたいなところを中心に動いてたりするので、今日もソーシャル API ですかね、ソーシャルメディアの API を使いながらどんなことできそうかとかというところをお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではそれではですね、3時になりましたら、マウティックアップデートセッションを、移りたいと思います。一旦このセッションはですね、終了させていただいて、皆さん、セッションの方移っていただければと思います。すみません、エアミーツの操作方法がまだ慣れていなかったりとかして、画面の切り替えが遅かったりするんですけれども。それでは皆さん、ありがとうございます。時間になったらよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。失礼します。